そういうことか。あいつだ。だから途中からの話、かずむし。それで。あいつだ。始まってます。それだったら出馬を決めるっていう。出馬を決める！衆院選！いや、そういう、上田さんの意気込みは。言ってねえよ、俺は。ただ、やっぱ今はまだオールナイトもあるし、その、お笑いやってるから、まだ早いと思う。あいつ。まだ早い。いや、今日はなんとなく話の内容見えちゃうから、まずい。いや、ましてやだってさ、言ってねえぞ、一言。東京だったらいいけど、その、広島でしょそこはもう、俺、無理だと思う。あそこで戦う気なんだ。うん、一番の激戦区。そう、その、ほんとポリシーはすんごいいいと思う。何もないです。ノープランです。俺が仕切るっていう漠然としたプランだよ俺が仕切るいやそこまで自民党どうね批判するとは思わない言ってませんよ僕何も言ってませんから誤解されるような発言勘弁してくださいよしかしまあ今日東京雨をねまあまあ、雨風ね、まあ、台風が、うん、いやだから僕もちょっと今日はですねあの銭形金太郎っていうはい、ロケに行ってたんですよ、はいはいはいうんうん、どこ行ったの茨城です行けた俺ね今日青森行く予定だったのよ銭金それがあの船が荒れるからっていうので中心が船では行きませんそうですよ船はねどっか行かなくちゃいけないからあ それが俺そのロケがあるからそれを後回しにするってことでそれはもう僕散々スタッフの人と話したから今は聞きたくないしいやいやリスナーは知らねえしね申し訳ないですけどそれ聞きたくないですっていうかあ船の予定あったんだ俺ありましたあお前俺の方までちゃんとチェックしてくれてたんだ、ええ、それはありがとうななんかまたピンの仕事入れられると困るから細かくチェックしてんだそれ以降はでだから俺中止になったんだよ今日仕事何もなかったでしょそうなんだよだから僕は行ったんですよ、うん、でそれでもう途中大雨降って、うん、で濡れながらちょっとやってましてね、うん、あのもうつながりがあるからっつって、はいはいはい、だからちょっとやっぱりセンチメンタルな気分になりません雨濡れてるっていうとまあまあそういう場合もあるわね、うんうん、そうするともうちょっと今日喋ることないだから困るねなんでお前いつもやる気ゼロの状態で来るんだ何かこういうのあったら一週間でなとかあれについてどう思うでも何でもいいじゃんいやだから僕ねやっぱ今話題になってるのっつうのはこれリスナーの人からすればちょっとね、うん、お前勘違いするんだと思うかもしれないけどやっぱ世間は衆院選の、うん、まあねやっぱりすごいじゃないですか盛り上がりが、うんうん、ってニュース見ても、うん、でそれについて語りたいと僕は思ったんですですけども、はい、やっぱ待ちきれずにね、うん、この間の日曜がどうだっけ、うん、楽屋でさ2時間ぐらい日本の政治について語ったんですよまた2人でな2人しかもさそれリチャードホールのな収録でさ山崎が、うん、エイースみたいな感じで、ね、一緒に仲間入れてもらおうと思って入ってきたんだけどあいつずっと2時間ぐらいだんまりで座ってたもんマニフェストとか知らないからいやーそれで最終的にだからその上田さんが出馬っていうことになったんだよね。そんな話は伝説。いつかも出ねえよ。出られねえよ。だからどうやったらその日本が変わるかみたいなね、ことを言ってましたよね。まあまあ、だからあれはちょっとここで紹介できないですもんね。かなりゲリラ的な発言が上田さんからあったんで。知ってるかそんなこと。だからちょっともう今週はちょっとないですね。いや、だからいろいろまだないから、例えば、一緒に俺この間あそこに行ってさ、とか、この映画見てね、とか、あの漫画読んだとかさ、なんかあるだろ。カイジをもう一回読み直そうと思って。うん、古い。ね。話題性もない。だから一巻読んでたんですけど、途中寝たんで。じゃあ、つまダメだな。なんかほら、例えば、今やってるドラマで、あれお前面白いんだよ。ドラマ。うん、昔のシャボン玉をね、うん、長渕、はい、15年前の、はい、それをもう一回見始めたんですよ。1話ぐらいちょっと寝たんですよ。いや、だから、もうええわ。途中で寝てない食いつきのいいもんを提出しろよ。なんかちょっと引き出してもらいます、僕から。いや、だから絶対あるんです、絶対あるんです。引き出そうとはしてんの。このリスナーも絶対気づいてますよ。僕も、なんかある、ちょっとは面白いトークあると思うんですよ。中に。わかった。じゃあ、あれだな、やっぱり。まあちょっとね、旬は過ぎたかもわかんないけれども、未だに話題性としては持続してんのは、スターウォーズな。スターウォーズお前好きだろ。スターウォーズはもうドハマりして。おお、そう、その話を教えてくれ。ドハマりすると、秋も早いの、うん。はい。秋も早い。困ったな。だからもう今、買ったりたくない。はい。
絶対嫌だ、俺は。もういいって。だから今日俺、グッズとか集めたやつを、マネージャーたまたまうちに来たんで、じゃああげるよ、つって。もう絶対嫌なの。メモリーに取っとけ、心のメモリーとして、グッズを。なんかちょっと引き出してくれないかな、皆さん。引き出してんだろ、サンズさん !3 つも4つも。おしゃれイズムの要領でさ。なんでその要領っていうのは。なんか、やってんでしょ、そういうの。いや、やらせてもらってるけどな。なんか、例えば、じゃあな、いや、最近ね、実はこういうインターネットの珍しいページを見つけて、例えばその、書き込みをして、だとか、チャットにハマってて、だとか。それはありますよ。おー、それ行こう。ただ、ちょっと放送できない内容な。困るな。やめとこう。エロだな、これ。エロだな。すげえいいのがあるんですけど。あのね、ライブチャットみたいなやつ知ってます？ライブチャット。テレビとかの今こういうテレビでこういうのやってるよっていうのこれなんか実況中継的になんか。違うじゃなくて、まあ某ページに行ったらね、部屋にね、こう、女の子がこう、いるわけですよ。うんうん、映像がだから生中継されてるわけです。うん、生中継です。だから、今までは文字だけだったじゃないですか。うんうん、でもそれに、もう、こっちが文字打ったら、その場でこう見てるわけで、向こうが。パソコンをこう見て、ああ、なるほどね、ってその場で打ってる。その絵まで全部打つ。おおほほほ。いや、まあ、テレビ電話的な。そうそう。顔写真もバーってそこクリックしたらその方が出てくる。うん。で、しかも、その、このコマンドみたいなのあるわけですよ。自分で打ってもいいけど、めんどくさいから、ほら、コマンドがあるじゃないですか。そのコマンドで打てばもうそのまま出してくるんです。それが大体こう、ブラジャー撮ってとか、ちょっと揉んでみてとか、っていうやつで。一定のページに行っとるわ、こいつ。それ一個コマンドも打つともうすぐポイントがなくなってって。結構ポイント高い。え、何それお金が。もちろん、それは当たり前です。で、ちょっとこう、こういうのやってみたいなことで、それはダメ、みたいな。なんかこうね、それは言い過ぎ、みたいな。さあ、で、お前なんか何をやってんだ毎日仕事が終わった後に。なあ、いや、なんか、この間聞いたよ、うっすら。ね、この番組で、なんか、図書館に勤めてる女に、金を要求されて、散々な目にあったみたいな。ね、でもなんかさ、生身の女性ってどうなんだろうと思って。いや、だからって、そのさ、コマンドの方に走るな。コマンドはいいよ、ほんと。最低だ。もう最低だ。だってね、これ、ほんとこう言っちゃあれですけど、ほんとこう言っちゃあれですよ。だからさっき言いましたけど、ね、ブラジャーと入るじゃん、その部屋に。ポンと部屋に。入りました。で、分かんない、最初どうしていいか分かんない。だからとりあえずなんか分かんないコマンド打ってみようっつってそのブラジャー取ってっていうまあ例えばね、例えばいきなり要求するだからいきなり初対面の女性とね、こんにちは、もう名前なく、ちょっとブラジャー取って。村に通るか、お前。だから、失礼な話ですよ。だから、どういうリアクションになろうと思ったら、オッケー、顔マークで取っちゃったんですから。それはやめらんないでしょ。ごめん、それちなみに、1時間ぐらいの単位でやってる。いやいや、もうだから、ポイントですから。あ、じゃあそのポイントでいくらぐらいだから、高いですよ。もう本当に。ワンブラジャーどんくらいすんの？なんか何千とかするんじゃないですか、やっぱ。ワンブラジャー、ワンブラジャーっていうそのフレーズもよく知らねえけど。え、それで数千取られんの？いや、多分そうだったと思いますよ。な、もうヘルスへ行け。いや、そう。ならば生身はどうかっていう。コミュニケーションは生身はどうかって言ってるんです。え？生身は、やっぱ回線を通じたいんです、僕は。こっちの方がやっぱ信用できんのよ。ダメだ。信用できんの。俺ちょっとあんまりよろしくない方言ってんなぁ、こいつ。いや、ただね、僕ほら。ちょっと今病んでるじゃないですか。病んどるよ、確実に。確実に病んどるよ、そんなやつは。だから、僕が言ってるように、もう、やっぱ、ツケが回ってきたと。コンパとか行き過ぎてね。昔の。うん。だから、ちゃんとした真面目にね、女性と付き合いたい。この気持ち一心で今、頑張ってるわけです。ただ、失敗してますよね。いや、お金要求されるわとか。ああ、なるほど、なるほど。それは、まあ、そういうのがあって。失敗したりしてるのかね。うん。で、コンパのやり方をだから変えてるっていうのを前話しましたっけ？え、どういうこと？だから、コンパはやっぱりそれは続けます。うん、いや、まあ、それは。でもそんな、ちょっと上から、うんってうなずかれても、あ、そうっすかと言わないけど。続けたとしても、いや、まあな、それは別にいいよ、コンパ続けて。ただ、コンパもそういうね、なんていうの、ワンナイトラブみたいな、もう絶対僕は嫌なんで。いや、それはね。うん。うん、だから、前も言ったのが、うん、その、前言いましたよね。うん、いいとこ連れてってやるっつって、うん、女の子が本当にノリいいからっつって言ったら、ただのスナックだったみたいな。
そら、ノリいい。向こうは仕事だっつ。ね。そう言いましたよね、うん。で、あと、あれも言いましたよね。あの、キャバクラみたいなところに行って、うん、有田じゃないふりをしたって。はは有田嫌いみたいな。有田嫌いって言われて、また嫌だったと、うん。で、それ、あれは話しましたっけ？何しろ。覆面コンパ。はい？覆面コンパ。ごめん。そう、お前、本当にだから仕事後に何をやってるの？だから。ワンブラジャーやってみたり。ワンブラジャー面被ってみたり。意味が違う、これは。え？だから。何の覆面コンパって？すごいね、僕の。メヒコでやってんの、それ。メヒコじゃないです。どっちかでいいからメキシコって言うね。ヤポンでやってる。ジャパンで。あ、ジャパンで。で、だから僕をすごく心配してくれてる、まあ、スタッフの方がいらっしゃって、うん、そのなんでかっていうと、その本当に。心配になるわ。いつまでもね、うん、コマンドでいいんですかって。ね、ちゃんと生身にトークしましょうよ、女性と。コマンドじゃダメと。だから、考えますと。うん、いつも有田さんやっぱ一番いけないのは、うん、やっぱ言っても顔を見ちゃうでしょって。でもまあ、そらな。ね、うん、でも、顔を見て一番可愛いのって、やっぱそら言っちゃうわけですよ。で、うん、僕もね、何度か我慢して、コンパ行っても、僕は顔じゃないから、性格いい子って、真面目な子の横に座って喋ったことがある、うん。でもさ、その子は帰るんだったらいいですよ。でも、その子、うん、可愛い子は、うん、まだこれ、誰かとこう、ニヤニヤしてるわけですよね。いや、そら誰かのいい子になってるわけですよ。そうなると、一桁世代か、お前、昭和の。だから、そうするとね、やきもちゃいちゃうんです、僕。うん、いいなって。うん、だから、僕は、顔を見ないようにするっていうことを、すごい怒られまして。はい。したら、僕入ったんですよ、そのコンパの会場に。うん。そしたら、うん、びっくりしたんです。全員女性が覆面。それって、うん、例えばなんだ、ネルトンパーティーをやってるお店とかってあったりするじゃんか。はいはいはい、そういうような覆面コンパをやってるお店なの？違います。ちゃんと一般の女の子に、その僕の知り合いの人が頭下げて、覆面かぶってくれと。お前、どんな友達がいるんだ？女の子だけです。男はこっち見せていい？男は見せていいです。だから、あくまでも。なんで女の子さん、よく受け入れてくれたな、そんな要求。うん、ちょっと楽しそうだけどさ。もう、全員スパイダーマンとか。おう。うん。へぇー。それとドスカラスとか。いたんだ。そういう。ティグレはティグレ。ティグレはいないですね。はい、どっちかでいいから、だからタイガーマスクって言え。なんで、猪木の呼び方だ、お前、ティグレって。いなくて、そういうふうに被って。うん。で、ちょっとね、申し訳ないっていう、最初謝りを入れるんですよ。っていうのは、今ね、うん、いつもは、女の子と男って対等じゃないですか、うん。女の子だって選ぶ権利あるじゃないですか。うん、でも今回は、すごく、うん、男がね、偉そうに、な立場で申し訳ないけど、うん、顔は見ないから僕ら質問しますっていっぱい。うんうん、で、質問して、それに正直に答えてくれと。うん、そして、いいなと、思った人を最初顔を見ない状態で、くじで書いて、うん、くじでか、ちゃんと書いて、公表して、OK が出たら、通称となって初めて覆面を取る。ああ、なるほど。これだから、そうするとね、不思議なもんですよ。覆面被ってるでしょ、うん。だから、例えば、もう偉そうな立場でいいわけです、その日は、男は。っていうのを決めてますから。だからマジじゃないんです。だから、こうやって、例えば質問します。こういう人どうですかとか言うじゃないですか。そしたらみんなが、私はこういうことします。こういうことします。こういうことします。とか言うでしょ、うん、そうすると、ああ、じゃあ、スパイダーマンの彼女はちょっとなしだわ。とか、うん、なんかちょっと言えるわけですよ。覆面被ってるから。表情見えないから。ちょっと君はちょっと違うなとか言って。あ、でも今のところこっちだよ。ドスカラスの彼女がいいな。みたいな感じになるわけですよ。で、最終的に、この子いいなと思って、うん、実際選ぶ人も、覆面取る時の興奮する。あ、それはいいよ。ドキドキするよね、とね。わっちゃーっていう可能性もあるわけだし。あ、そうそうそう、うん。僕は結局スパイダーマンに、告白っていうか告白じゃないですけど、僕と一緒に喋りたいって言って撮って。ほうほう。ただね、まあ、一つね、うん、それの疑問点、うん、疑問点というか最終的にちょっと反省点はなかった。覆、うんうん、面を取った瞬間に、うん、なんかね、こう終わっちゃうんですよ。だから、もうそれが一番の盛り上がりですよ。クライマックス。ああ、なるほどね。うん、ああ、なんだ、可愛いんだとか言って、こっち、あ、これが終わったんだとか言って、うん、って言って、今からっていう時に、じゃあ私たちさんさんみたいな。だからまあ一つ、イベントとしては最高でしたけど。そう、でも、いや、楽しそうなんだけど、例えばその店の店員さんがな、うん、例えばビールをしましたとかっていう時に、ずらっと、あれ、ドスカラスにスパイダーマンにみたいな感じが並んでるわけでしょ。そうそう、カネックとか。カネックとか、あれ、あなたひょっとしてアラン・ロドリゲスですかみたいなことだってあるわけだろ。そう、店員はどういうふうに。いや、もうだから、なんでしょうね。
ちょっとこう引いてるっていうか。そう、引くよね。これって何、なんかよからぬことやってんじゃねえのみたいに思うよな。でもそういう本当に下ネタトーク一切なしですから。でも逆に言えばさ、下ネタトークもやりやすいんじゃないの。女の子も顔隠してるから、本音の例えば、まあね、下ネタトーク。でもそういうのは今求めてないからってのもあるんですけど、ただ、とにかくそのあれですよ、向こうも喋りやすかったと、非常に。あ、そう。だってほら顔出してないから。おへで、でもそれがもう終わっちゃったんで、したらまた新企画がまたこの間あって、お新コンパ。いろいろやってらっしゃる、ね。これもまたね、いいですよ。何ですか、あのね、コンパがあると、うん、で店に行くじゃないですか。したら個室のちょっと広めのね、うん、なんか部屋があったんですよ、うんうん、してなんかわかんないけど部屋入ったら、うん、女の子は奥の方に別テーブルでこう固まってるんです、うんうん、で男はこっちで別テーブルで固まる、うん、でルールは2時間ぐらいはお互い無視、うんうん、だから込み事案どうしかお互い無視っていう、だからいやコンパじゃねえ、ただ部屋、あのお店に一緒になった時みたいなもんじゃん。そうなんだから、6対6ぐらいなんですけども、うん、向こうは向こうでわーっと盛り上がってるわけ、うん、こっちはこっちで普通になんか仕事話をしてるわけですよ、うん、でチラ見していいルールなんですねまあそれはまあ自由ですよ、気になるわ、それは見るわ、こちらじゃ見るよ、そうするとほらもう他人じゃないですか、うん、だからいいなってやっぱ思うわけですよ、すごい、あのほら要は最終的にもうバーチャル的なナンパで、うんうん、こうみんななんかいつまでさっきまでそっとのやつに盛り上がっちゃったねみたいなのを演出するやつなんですけどもごめん、それさ、あの別にお店の女の子じゃないんだよね、違います、一般の子たちだね、どっちかお互いに漢字がいて、はい、え、漢字同士がそういう話をするの、話をしてんですよ、ちょっとさ、今度お互い無視してみないみたいなよく受け入れるような、そんな提案、ただね、それね、あの上田さんこういうことありませんか、あの人の彼女じゃないけど、うん、どっかの遠くにいる女の子可愛く見えるじゃないけど、まあまあまあそれはあるでしょ、うん、で自分がいざその人と友達になったらそうでもなかったみたいな、うん、誰じゃないですか、うん、僕これエリア論って呼んでるんですね、エリア論って、自分のエリアに入ってると、うん、そうでもないと思うけど、ちょっと街歩いてちょっと通り過ぎるだけ、ああ今は可愛かったって言うけど、よくこう仲良くなったらそうでもないみたいな、まあ、隣の芝は青く見えるみたいなもんで、うん、違うんだ。いや、そういうようなことだろうよ、まあ。なんで気まずくなってんだ、俺たち。まあ、それは、それは置いとく。で、なんでドン引きだだから、そうすると、ものすごいやっぱ、すごい幻想的に見えるんですね。う, ん、うわぁ、ああいうこと喋ってみてぇなとか、うん、あとね、怖く見えるの。怖く見える。だって、ほら、今日ノリノリで来てるはずの方たちなのに、喋らないわけですから、嫌なんじゃねえかなと。だから喋れるよ、思うわけですよ。だから、あの、2時間ぐらいした後に、なんかこう、ナンパしたみたいなノリになるわけ。ちょっと飲まないみたいな、なんか、そう感じ同士で話すわけですよ。うん、で、それで、投票するんです、そこでいきなり。チラ見した感じ、誰と喋りたいかみたいな。それはでも、ほとんどもルックスの好みになっちゃうだろう。まあまあまあ、それはだからあんま関係ないんですけど、で、それで合流するんですね。うんうん、で、それで乾杯ってなると、もうね、自己紹介で一からとかもう関係なくなるんですよね。ほう。もうなんか、うん。もうなんかね、あんなに遠くで俺なんか相手してくれなかった女の人が、うん、横に来て喋ってくれてるっていうのが夢みたいな感じなの。ほう。もう今まで当たり前じゃないですか。まあね。どうもどうも、ね、そうそうそう、から始まるわけだからね、そう。だから俺ら例えば普通にこうね、二人で街歩いててさ、二、うん、人で、だから女の子あれだ、ああ、あの子と飲みたいなって思ってるのがいいんであって、あの子と最初から飲むだったら大して感動もないでしょ。一回話すんですよ。して、こう、飲むと。したらね、すげえこう、もうほんとテンション上がるんですね。うんうん、ただこれ、一個問題点があるのが、なんでしょう、2時間さ、黙ってるでしょ。で、じゃあ合流しようっていう時ね、半分くらい帰ったんですよね。時間が、もう終電ないです。バカだな、お前ら。僕、正直投票したんですよ。うん、僕投票した子全部帰ったんですよ。だから、まあ、残党って言い方ない。じゃないですけども、残党って言い方ない。残党ですけど、あの、ちょっと長すぎたなっていう。っていうかさ、お前はさ、真剣に、例えばね、言うならば結婚前提にお付き合いするぐらいの彼女を見つけたいんだろ、はい、お前、完全に、そのコンパ楽しみたいだけじゃねえか。全然合わせてねえじゃねえ、どうすればね、だから。そんなやり方で一生の伴侶見つかるかも。いや、それはわからないよ。ちょっと、いや、僕たち出会いはまず覆面で、みたいな。お前、結婚式でどう話すんだ。いや、でもどうすればいいんだってことなんですよ、じゃあ。でも、わかるだろ。覆面が一生の付き合いにはならないことは。
いやでもね、この間もよ、うちの覆面じゃないけどさ、うん、うちのあれよ、大橋マネージャーがさ、うん、ババアな、ババアが、うん、歯医者かなんかに行ってんですって、うん、で歯医者に行ってて、したらそこの歯医者の女の子が、うん、そのうちテレビかなんか見たらしいんですよ、うん、しょっちゅう通ってたら、うん、したらあれって言って、クリームシューの、うん、マネージャーさんですよねっていう、うん、なって、あ、そうよ、いろいろ声かけられるらしいもんな、お母様も、そう、テレビとか出ちゃってるからね、でそれで好きなんですって言ってくれたと、うんうん、でその時にやっぱほら大橋も気にしたらしい、どっちがタイプですかって、うん、したら有田さんと、おチャンスじゃんか、だからこそこれ珍しい話だっつって、うん、真っ先に俺のところに来たわけよ、で会ってみてよって言って、すんごい可愛い子だからって、だからあ本当に、うん、いやありがとうありがとうっつって、うん、いや本当やっぱ歯医者で働いてる子だからすごいちゃんとしてるし、うん、いい子だからって可愛いよ怖いのと思うとか言って、ただね一個言いたいけど、うん、いつも歯医者だから鼻からしてマスクしてると今んとこ可愛いみたいなモンタージュか、取ったらしゃくれてるとかごめんねみたいなスキッパの可能性もある、ただスキッパないと思うの歯医者さんだからみたいなどんな分析だよ、それを紹介してくるらしい、そうとうとう会ってくれよ、うちの大橋にコンパを開いてもらう、コンパというのも変だな、マネージャーに女紹介してもらういや本当にマネージャーは一回本当ねひどかったですからね、ほら僕がちょっとごちゃごちゃ写真週刊誌とかに行って あんたもうコンパなんかしてたらね、うん、写真撮らねえんだからって言ってきた時ですよ、うん、だからあごめんごめんもう本当控えるよって言って、うんうん、ただね、本当にもう本当困った時があったら、私に言ってと。だから、言葉が未だに僕は、恐ろしくてね。違うんだ、お前、大橋な。当時の写真週刊誌はお前がいろいろね、2、3週連続で載ってた時、俺に真剣に、相談に来たんだよ。で、事務所でね、今もちょっと大変なことになってて、で、もう有田を一人で遊びに行かすなと。ね、こういろいろ、例えば番組の皆さんにも迷惑かけたりするから、スキャンダルどうこうね。だから、もう合コン禁止令をまず出すと。で、それだけじゃなくて、もう、例えばね、もうキャバクラとかそういうとこも行かすなと。でも、どうしてもあいつがキャバクラ行きたいって言うんだったら、大橋、お前が毎回ついていけよ。そんなキャバクラ遊びねえっつうの。ばあ様と一緒にさ。それも言われたんですよ、うん、だからキャバクラ行くとき私がいい店紹介するからみたいな、で俺に言ってきたもんだったら、ねえ上田君どう思う、キャバクラどこがいいかな、私も調べてんだよどこがいいと思うって、いやどこもクソもお前が行かないところだよって言ってただ何よりもやっぱり一番ひどいのはやっぱもうなんかムラムラしたとき言ってって言われたときですよ、ね、だからおい、そっちの世話してくれんのかよ。ああ、それはちょっと怖かったですもんね。地方でしたから。なんか俺にさっと差し出したんです、まず一個。お俺部屋入るときに。あれですよ、ビデオを見るカード。何かもうそれでもう収めてくれと。エッチビデオを見るカードを差し出して、あとこれね、もう何も言わなくていいからこれあげるからと。あ、いやいや、別に見ない。まあ、いただくけどさ。見るんじゃねえか。して、部屋に入るか言えない時に、もうほんとどうしてもの時は電話ちょうだいよ、みたいな。何をしてくれるんだ、わかんないよ、もう俺は。おばちゃんが何をしてくれるのか怖くてさ。きっしょがれ。人と別に下ネタとか話したことないですしね。きっしょがりだ、お前らの関係。ねえ。だから、じゃあもうほんと相談ですよ。どうすればいいのかっていう。何が？でもさ、でもな、なんていうかな。例えばね。うん、じゃあこういうラジオならラジオとかにね、こう来た時に、例えばじゃあ、どこどこのマネージャーさんでもいいし、ね、女の子のね、だからこうミキサーのじゃあ大城でもいいし、はいはい、でやって、ちょっと自分が、あ、素敵だなって思う人がいたら、もう、単刀直入に、だから誰々の紹介とかなんとかじゃなくな、合コンで誰かセッティングしてもらったとかじゃなくて、あんま自分で行ったりしないでしょ。しない。あの人素敵な人だなって思って、その人にちょっと、すいません、本当に恐縮ですけども、もしご迷惑でなければお食事でも、みたいな方向で行ってみたら？いや、でもそれもね、まあ、上田さんと僕はちょっと立場が違うんですよね。なんで？だから、僕がそれをやると出たってなるんですよ。ん？出たってなんです。だから、どういうことよ。だから今はその辺に誰かマネージャー来ました、タレントさん来ましたって言って、本当に僕は真剣に、ちょっと、今度食事でもどうですかって言ったら、うん、始まったと。これかいと。これはもう早速マネージャーに報告だっていう。ナンパだと。そう。そういうふうに思われるんです。だからきついわけです。それが、いわゆるツケだったり、しっぺ返しだったりするわけですね。そのイメージ。
だからちょっと、テレビで、イメージを変えてほしいんですよ、僕の。ここの癒着を使って、うん、だから、じゃあ、わかんない。協力するのは何て言えばいいの？だから、僕のことを褒めると嘘くさいじゃないですか、やっぱり絶対。うん、こいつは実は真面目な、いい子で、とか、言うのは。てか、俺、どの場面で言うんだどの番組のどの場面で。いや、ちょっと皆さん聞いてください。うちの相方、有田哲平、この子、本当に真面目でいい子で。ね、なんでそれ、番組出してたの？いや、だから、なんで、ディレクターそこ使ってんだ編集で落とす。生、俺、例えば今度、ミュージックステーションもそうだし、うん、わらきも生ですよ。生だったらいけると思うんですよ。じゃあなんだ、何言いやいいの？だからそのこいつはいい子でっていうのと、いい子でって、あと真剣に彼女探してんだけど、みたいな、僕ほんとおすすめするしっていう、で、じゃあそろそろ、いい曲歌いますみたいな。なんでお前に送る歌みたいになってる？いやだから、それはやっぱきついでしょ、いくらなんでも。当たり前だ。俺を褒めた後の番組の趣旨説明きついでしょ？ねえよ、きついとかじゃなくて。ね、だからそれだったら、やっぱりほら、言っても台本見たりするとね、うん、僕のキャラクターをまあねそうやって読んでくれて、うん、ちょっとエッチなことを言わせるよみたいなとか、例えば合コンの話をお願いしますだったりとか、うん、あるんですよ、うん、まあまあ、これは正直、うん、だからそれ期待されてるのを裏切るのはもう言ってないですとか、うん、なんかいやそんなのもう僕は真面目に生きてるんですからって言えない、やっぱそれは恥ずかしい、うん、だからそれをちょっと上田さんが今後は、だから俺か上田さんが急になんかエロいキャラになるこれはいけると思う、これはまだいける。俺奥さんになんて言われると思う、急に。だからほらグラビアアイドルの人とかとこう仕事するときに大体谷間とかをこう覗いてたのは僕の役割だったんで。いや役割の人もお前本能的に見てんじゃねえか。いやだから上田さんがまず絶対最初に紹介するじゃん、例えばね、そしたらいい胸してるじゃない、ちょっと触らせてよっていう。いやまずそれよりも、でもちろん向こうも嫌って言うから、で僕はねお前ふざけんなよって言いますから、ちゃんと真面目にやれよって言ってね。で、それでこう、紹介してさ、もうやたらとこう、クイズならクイズでもいいですけど、1問目って言ってこう、シンキングタイムの時にさ、ちょっとメールアドレス教えてよとか、1問ごとに電話番号教えてよとか、俺のケツ見るとか。ちょっと待って、それに関してはどんな願望だよ。ちょっと俺のケツ見てみない。ちょっと俺のケツ物色していかよ。何願望だよ、それを。みたいなこと言ったら、もうふざけんなよ、お前。お前ごめんねって、俺言うから、ごめんねって。そしたら、どんな八百長だよ。当然そのなんか、私今まで有田さんがすごいスケベだと思ってましたけど、上田さんの方がスケベじゃないですかって言って、そこでだから絶対上田さんは、そうだよとか言わずに、俺はそんなでもないよとか言いながら、また続けるんですよ。そのスカートの奥を見せてほしいんだ俺は、みたいな。答えを見る前に、みたいな。で、最低の MC だよ。で、本番が終わったら、僕も今言ってきますけど、そういう力発言確かにありますね。もう言ってきます、うん、本番が終わったらちゃんと、お疲れ様でしたって言ってるんですよ。ちゃんと、ごめんね、なんか、変なこと言って、まあまあまあ、いや、すいません、いや、全然こっちも、とか言う、ちゃんとあるの、そこは。そこはあってまだ成立してる。だから、上田さんの場合は申し訳ない。これは短期集中型なんで、本番終わっても、お疲れ様でした、そのスカートの奥をちょっといいかなっていう、ちょっとパンティー。そこでもかい？ちょ、パンティーをさ、っていう、絶対言って、俺そこでも裏でも、もう本番終わったんだから、やめとけよ、お前は。ごめんねって、俺絶対言うから。なんだよ、おめえが言うって、俺に、その時、バンバン言ってくれるのに。なんだよ、おめえ、俺がセクパンティ見ようと思ってんの。だから、俺完全にリアルな人じゃんか、もう。それをやったら、俺も絶対、これはもう好感度が上がるわけよ。だから、じゃあお前、じゃあ契約だよ。俺に何してくれるんだ。そこまで俺は自分を、な、うん、もう貶めてまでお前のポイントを稼ぐ。いや、だからそしたら、例えばもしもよ、上田さんが、例えば結婚の、離婚の危機じゃないけどさ、例えばそういうのでなんかあったりとかね、うん、例えば何でもないけども、友達をご飯を食べに行っただけで写真撮られて、うん、なんか、家がやばいとか言うときに、僕はその時は僕はもう頑張りますよ。だから、そうそう。だからそこはもう、上田は本当にお前は奥さんのことしか言わねえな、お前は。でもさ、そこで仮にな、奥さんのことしか言わねえなって言っても、いやいや、あの人ほら、問題ごとにパンツ見せてるから、言ってたから、あいつはやっぱそういうやつだったんだって。いやだから、俺思われるだろ。いや、したら俺がもう輪をかけて今度は、言いますわ。もう上田さんがパンティ、上田さんがまず言うでしょ、絶対いつもそのパターンになるから。お前、ちょっと。お前、正解を見る前に、お前のパンティ。ガチの中を見せろと。したら、いや、俺で見せろよ俺で見せてくれよって俺言うから、したら、いやこれだーつって、二人とも干されて終わりだよこの業界から。最終的に俺、じゃあお前今回お前見ろよって言って、
背低いじゃん。そしたら、あやの人の方が大人だなって言って、上戸さんの方が大人だから、このコンビはバランス取れてるな。成立するか、そんなコンビ。どこがバランス取れてるんだよ。あら。また電話。誰これ。なんだ、さすがにオープニング投げってか。え、もしもし。おいおい、上戸と有田。ん？お前ら今週のオープニングトークから。フリートーク長すぎだわ。ごめんごめん。一体何分喋ってんだ。そのわけで今週も始めましょう。いや、30分。クリームシューの、オールナイトニッポン。おい！ほら！俺に言わせんかい！そう。誰？あ、おい、誰だお前？どうもこんばんは、さっきの専門学校1年生カルダイスの男、今林間学校で新潟に来てます。お前林間学校中にお前そんなことやってんのか。はい、やってます。何お前、俺の大切なやり一度でいいからやってみたい仕事を取ってんの。上田さんつまんないんじゃないですか。あのな、仮にじゃつまんないとしようなつまんないでは、つまんないからタイトルコールさせねえっていう理論はおかしいだろ。はいはい、それはそうだよな。そう、正しいよお前が。正しくはねえよ。相手さん面白いって。ああ、ありがとう。腹立つ。俺もそう思うよ。綺麗、こんなやつの電話。あ、そう、これ誰か誰か分かんないと思うから一応自己紹介だけ上田さんちょっと。今上田さんと有田さんって言ってんじゃないか。いや、ちゃんと分かん、全然僕も分かんない。え、クリームシュー上田晋也。あ、どうも、あ、てっぺんです、お願いします。結局わかんねえ、てっぺんですって言われても。なんか林間学校ってお前何やってんの。あ、キャンプでなんかカレーライスとか作ってますよ。カレーライス、あ、いいじゃない。おう、カレーライス何、キャンプ的なことなの。キャンプ的なことですね。あ、そうか。それな、何人ぐらいで行ってんの。学校全体で、学年。あ、学校全体で。毎年恒例なんだお前の学校では。毎年恒例ですね。え、他今周りこれラジオ聞いてるやついんのか。いますよ。あ、何人ぐらいいるの。あ、2人います。ちょっといい、わーっと大騒ぎして先生に怒られろよ。なあ、わー、知らねえぞお前。ほんとクリームシチューのせいだとか言うなよ。お前らが自発的にやったことだからな。寝言ですみたいなこと言えよ。待ってくださいよ。ああ、じゃあ一応最後まで聞いとけよ。あ、はーい。あ、ありがとうな。はーい。バイバイ。バイバイ。いやーね。まあ始まりましたが今日も。はい。ね。うん。ね。今日はどういう内容になってるんですか。今日はね、まあ先週ね。先週はちょっとね、すごかったですからね。うん。師匠が来て。抜群のね、嵯峨根さんが来て、まあ、ずっと嵯峨根さんに対する人生相談で終わっちゃったじゃないですか、はいはいはい、いわゆるハガキのコーナーね、いっぱい今好評で送ってくれてんのに一個もできなかったということで、まあ、今日はそのハガキのコーナーをゲストと一緒にお送りしようじゃないかと。基本的にはね、ゲストは、でゲストに対する質問なんかもメールなんかでね受け付けようということで。やっぱなかなか会えないようなゲストとね。そりゃそうですよ。しかもね、やっぱりスペシャルウィークですから、これはあ、でもなんか新鮮なねお話ができるような。まあね、他の番組聞いてても、やってますもんね、ゲスト呼んでますよ、いっぱい、うんうんうん、他の局で雨上がりさんの番組やってました、うん、それにあのな、ゆうたの下とか出たし、あ、そうなの、出てました、出てました、だからやっぱ各自やっぱ呼んでますよ。あ、なるほどね、この番組の今週のゲストは、ゆうたの下です。あら。あいつはどっちの味方なの。確かにな、先週やってたな。ちょっと待っていきますよ。東京都八王子市21歳大学生のメロンイエロー。おい上田に有田、嵯峨根について土田がゲストってどういうことだ。あまりにもゲストにフレッシュさがなさすぎます。上戸彩とか伊藤美咲とかはどうしたんですかと、いうことなんですけどね、いやでもね、逆に言えばよ、この間の人生相談を、やっぱ上戸彩ちゃんにやらせるわけにいかないじゃない。まあな、そりゃそうだ。その手術が間近ですみたいなのを上田さんに言わせんって一発ギャグやらせるわけにいかない。あ、そりゃそうだよね、まあ、だったら趣旨変えればいいじゃん。まあでも土田の場合はね、なんせほぼ毎日は極端ですけども、まあね、合ってますよ。ガネさんはまだ本当に1年ぶりぐらいかな、でしたけど、土田はまあ週1回ぐらいは必ず合ってますよね。うん、先週なんか3回4回ぐらい合ってますから。あ、そう。
まあだから逆にこっちはさ土田にも聞くことねえっちゃねえじゃんか、うん、ある程度もいっぱい喋ってっからリスナーにね土田に聞きたいこととかがあったら、まあ何でもお寄せくださいということで受付メールアドレス全部小文字でありうえアットマークオールナイトニッポンドットコムありうえアットマークオールナイトニッポンドットコムファックス東京03-3211-0707東京03-3211-0707、まあねこのメールファックス紹介したら上田と有田のあまりもんプレゼントするんで、うん、ガンガン送ってこい。はい、クリームシューのオールナイトニッポン。この番組は千住製薬、日本音楽著作権協会、オッポ、白泉社、明治製菓以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。曲、川口京吾、私のすべて。ラジオ聞こう、ルルルルルル、オールナイトニッポン。東京有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットで生放送、クリームシチューのオールナイトニッポン。メール紹介する？うん。横浜市緑区、シカゴマン。おう。有田。おう。そのコマンドのやつ、俺もやったことがあるぞ。おう。やっぱり、未だにワンブラジャー忘れられないよな。そうなんだよ。知らねえな。なんなんだろうな、このだから具体的なことをね、言うわけにいかないですけども、ちょっと興奮度は高いですよ。お前、本当に奥さん探しする気あるの？ありますよ。ないわ。そんなやつ。お前がそれで、ね、そのワンブラジャーの人と結婚したら俺拍手するよ。あ、こいつはそういう手法で探してたんだと。それ遊びじゃなくて真剣にコマンドを押しながら曖昧までちょっとお食事行きませんかとかね、を入れつつちょっと、だから最後のプロポーズもコマンドだよな。その、回線を通じて、よかったら僕の奥さんになってくんないみたいな感じで俺は結婚してほしいわ。でもまあ、他の人のコマンドも受け入れてるわけだもんな。いや、そりゃそう。でも。それ浮気と取るか、ね。いや、だから、あなたのコマンドが一番だったわよ、とかっていう感じで向こうにさ。それ決まってんだよね、コマンドはもう。一番とかじゃなくてさ。もう決まって、クイックすれば行くようになってるから。まあだから、いざそれ結婚してもいいんですけど、それで結婚できたら、ただ、本当にそういう初めて会ったみたいな。うん、で、いよいよ初夜とか言うときも僕、もう自信ないです、自分で口で言うの。コマンドになるから。歪んだ恋愛しかしなさそうだな、こいつはな。さあ、じゃあ続いて CM でっていうね、ゲスト。クリームシチュー上田晋也。どうも、僕です。クリームシチューのオールナイトニッポン。秋田県高校2年ラジオネームタライダなあ上田に有田、うん、俺女の体に触りてえよ。知らねえよ。クリームシチューの俺らに言ってきたからって圧戦できねえよ。自分で探せ。でも上田さんもそういうこと言ってましたよ。童貞番長の時は。そう、気持ちはあるよ、うん。あるけれども、俺ちょっとどっかラジオ局にちょっと電話して、それを訴えようっていうのはない。知らねえよ。可愛いじゃないですか。さあ、ということで、ね、はいはい、まあ、今週は、うん、ここでね、まあ、スペシャルウィークということで、うん、ビッグゲストの、どうでございます。はい、今日のゲストこの方。土田です。お願いします。やる気を出す。やる気を。いや、さっきね、メールだか、ファックスだか、ね、ハガキだか知んないけど、ね、先週、サガネさんで、うん、今週俺で、どういうこったと、うん。こっちもですよ。ゲストで呼ばれてこっちもですよ。てかね、お前、節操だ。何が雨上がりの方出て。違う、じゃあ、雨上がりさんのはゲストで、こっちもワクワクして、もゲストみたいな感じで迎え入れられたけど、うん、何この空気。全然ゲストして迎えられてないじゃん。いやいやいや、喋ることねえだろみたいな感じじゃん。そんなことはないと思うよ。3個の例を持って迎えたはずだよ。いや、だからさ、うん、CM 中なんて、上田さんと俺一言も口聞いてねえからね、今。いや、もう喋ることねえんだよ。ねえよ。だったら呼ぶんじゃねえよ。今日はもう、こっちだってよ。ね、いろいろプライベートもって、
ういうの全部話してるから、うん、今日もガンダムの話を。いや、それ、先週雨上がりさんのことですよ。あ、そうなんだ。あ、そうか、それガンダム。だってガンダム知らないでしょ、こっちは。困ったな、じゃあ。だからさ、急遽さ、ガネさん呼ぼうよ。もう一回。本当に来るかもしれない。もし聞いてたらちょっとね、顔出していただければな。うん、来るでしょ。ちょっとなんか質問がね、来てます。オープニング長かった。神奈川県横須賀市、代打の切り札、高校3年生。はい、土田さん、ぶっちゃけで聞きますけど、はい、F2 スマイルとジャパネット高田の CM、やっつけ仕事ですよね。見てても全くやる気が感じられません。え、ジャパネット高田の CM？ やったことないですよ。あれかな、通販の、なんか通販のことかな。あ、ジャパネットとかじゃなくて、テレ朝でやってるやつじゃない、うん、あれだって、いや、もう特にもう卒業ですよ。うん。まあ、じゃあ、やってた当時の話とじゃないですか。やってた時、うん、やってた時はね、仲のいい人はみんな気づいてくれるけど、はい、この商品はいい、悪いは、はい、もう顔ですぐわかる。まあ、でも、それはしょうがないよな。例えば、食べ物食べた後の、うん、美味しい、もう、この美味しいは嘘だぜ、とか、うん、本当に美味しそうだぜ、みたいなのはね。普通は全然やっつけじゃないですよね。全然やっつけじゃない。楽しいよ。ただね。楽しいですよ。ただそのロケとかってね、まあ何の番組でもそうですけど、ロケ行ったら編集するのはディレクターですから。はいはい。だからそこが、ね、あれなんであそこ使ってくんねえんだよみたいなのがいっぱいあるでしょ。まあそれはね。ね、うん、だから、そういう回の時もありますよ、F2 スマイルは。ね。まあまあ F2 だけじゃなく、今日もね、家でバリバリバリ見てきたんですけど、なんであのくだり使ってくんねえんだみたいな。思いますよ。車の間で。あ、そう。ゼニキンはそうありますよ。そんな自分らだってあるでしょ。いや、ないなぁ。嘘をつけ、これ MC の楽屋で。よく聞くぜ、俺。俺はディレクターの編集には毎回満足だ。まあ、ぶっちゃけ上田晋也よりも、有田哲平の方があるでしょ。いや、ないんだ。僕らなんて本当ね、面白い。僕、誰も喋ってたんじゃ面白くなって。そんなことあるか。もうそういう、あれもう、志田もほら、いろんな番組にさ、顔を出してるでしょ。そうすると、もうやっつけみたいなことはやっぱりないです、ね、ない基本的に。もうまあ強いて言えば今日この番組ぐらい。全力を尽くせ。ここで全力を尽くすためにね、入って本番が始まって、はい、こっちもこうね、お頑張らなきゃって思って、はい、オープニングさ、ものすごい長かったよね。言っとくけど、このゾーンのフリートークの時間9分でさっき言われたんだよ。オープニング30分以上喋ってたんだよ。どうでもいいチャットの話でしょ。ブラジャー外して何での話でしょ。結婚する気なんかない話じゃない、どうせ。いや、合コンの話でしょ、と。ちょっと悩みがあったもんですから。いやいや、確かに僕も向こうで聞いてて笑ってましたけれども。じゃあ、ありがとうございます。相変わらず面白いなと思って。ちょっと質問がね、はいはい、次々に来てますから。質問は土田のこといっぱいで、でもさ、土田もさ、お前、スペシャルウィークのたんびにオールナイト、どっかしら出てるな、例えば土屋レオくんの。オールナイトのゲストでな。土屋レオくんだけを呼んでくれた。だけか。その土屋レオくんも最近じゃ呼んでくれない。いや、あ、土屋レオくんの時間に俺たちがやってるんだ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。あ、変わっちゃったの、うん、なんだ、じゃあここどんどん呼んでよ。商売上がったりだよ。お前、火曜日レギュラーみたいなもん。火曜日レギュラー、そう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 。うん、あ、そうか、土屋くん火曜日だったんだ。そうなんです。そうか、そうか。神奈川県大野北中学校3年生、くず切り。僕は土田さんがフジテレビの主婦向け番組 F2 でファンの幅を広げようと主婦の方々を一生懸命引きつけるところが大好きです。うん、これからもせこせこした土田さんを見たいのですが、主婦番組で重宝がられるコツは何ですかと。あ、そう、教えてくれ。それでも本当聞きたい。分かったらやってるからな。まあまあ、基本的にはでもまあそうですね、主婦層をね。そう。うん、だから主婦層を、どういうのが喜ぶ？いや、すごいね、スタッフに聞くんですよ。うん、土田って、すげえ出てるね、テレビとか見ながらね、スタッフと話してると、うん、いや、土田くんは主婦層にすごいのよって。多分な、俺が見てての予想だよ。うん、予想は、多分安心感だと思うな。例えば奥さんも子供も3人いてね、うん、その、私たちの気持ちが分かってくれる人みたいな、その奥さんの気持ちとかが分かってくれる人みたいなところでまずとっつきやすいんじゃない？自分で、まあ、自分のことを分析するのって恥ずかしいと思うけど、なぜ主婦層に土田という人間が見けてんのか。こっちは聞きたいですよ。なぜ主婦層が食いついてくれてるのか。あ、そんな、食いついてるっていう実感はある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 。だって、ファンレターなんて本当に主婦だよ。あ、そう。主婦が思うか。そう、主婦から、若い子から来ないもん。残念、CM。うん。東京有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットで生放送。クリームシチューのオールナイトニッポン。
いやー、土田にね、もうひっきりなしにこの質問のメールがガンガン来てからなんとかあと2分で消化してやろうと思って。そうだね。このゾーン2分でしょ、うん、頑張る。静岡県17歳部長。はい。ね、土田。うちのお母さんが土田が新聞に連載してた子育てコラムを読んで。やってたのお前そんなの。そこじゃねえか、主婦引きつけるコツは。その辺だよ。そのコラムを読んで、土田ってあんな顔でもいいパパさんじゃないって感心してたよ。もう奥様世代の心は掴んだもん同然ねと。おい、お前なんでこれ黙ってたの。お前、そこだろ、主婦引きつけるの。違う違う違う。言っとくけど、俺は金くれりゃ何でもやんだよ。いや、俺もポリシーなんか何もないの。いや、スカッパーとかで、コツコツいろいろやっても、俺見てるし、例えばガンダムのなんか連載とかね。はいはい、やってます。これは俺聞いたことないよ。まあ、10回にわたってね。それそれ、何の新聞で？あのね、地方紙だったのかな？なんか、10回にわたって子育てについてずっと語ると。うん。なら、あの、そこの新聞社の方が、毎回絵本を持ってきてくれて、ありがとうございます、みたいな。で、まあ、家帰って、神さんに渡すと神さんも大喜びみたいな。いいパパいいパパ。へえ。本当ね、ファンレターとか本当若い子いない。あ、そう。ファンレターがね、2ヶ月に1編ぐらい、1通ぐらい来るけど、だいたい主婦。あともう街でも若い女の子が寄ってきても、私の彼がファンですとか、私のお母さんが土田さんのファンですね。そいつじゃない。へえ。全然。その主婦のファンレターって内容はどうなわけ？あ、だからもう、あの、私も3歳の子供がいてみたいな手紙が来たりとか、ちょっと前はね、60何歳のおばあちゃんから来たの。何が書いてあるの？好きですとか書いてあるの？あのね、あの、一行だけ、私と一緒に仕事をしようって書いてある。写真。お前は何者だ？何の人誰？お前も知ってくれよかったな、あれ。石川県の高校3年生、ラジオネーム、ゴータジャイコです。あのね、上田にありた、こんなこと二人に言うのもどうかと思うんだけどさ、俺、実は、貧乏にほくらがあるんだ。しかも、裏筋の近く。その上、方形なんだけど、これから何かいいことあるかな。関係ねえよ。あ、クリームシチューの。でもね、言いたかったのかな。クリームシチュー上田晋也。どうも、僕です。クリームシチューのオールナイトニッポン。さあ、今週はですね、もう、やっぱね、盟友でございますね、我々の。うん、もう、土田、U ターン、土田。U ターンじゃないですね、もうね。U ターンじゃない。盟友は U ターンって言わないよ。そんな仲良かった。いろんなコーナーをですね、一緒に。お送りしてワイワイ行こうかなと。ごめんな、先週さ、ガネさんのせいでハガキコーナー一個もできなかったんだよ。そう、まあまあまあ、全然ですよ。うん、逆にあの、フリートークなんかされたらもうほんと喋ることだから、ね。いや、やっぱね、こう、番組の趣旨を理解して盛り上げるっていうのにかけてきたらもう、実、はもうピカイチですからね。全然。じゃあそれ行こう。ですから、このコーナーから行きましょう。はいはい、ガゼッタゼロ、終わらないのコーナーで言いますと、まあ、サッカー好きの土田さんは知ってると思いますけども、あのイタリアのガゼッタ・デロ・スポルトという、はい、知ってますよね、はい、知ってます。あれでまあサッカー誌でこうほら点数、ね、点数な何点 6.5 とか、ね、それをテレビ番組においての芸人の活躍ぶりとか、はいはいはい、あのその活躍ぶりをちょっと採点してもらおうじゃないかというコーナーでございます、はい、早速じゃあ上田さん、はい、よラジオネームマメタン。今回本誌は今月開催のこれが俺の芸風だ上島竜兵電気&写真集の出版記念会の上島竜兵に注目した。え、ああそう、うん、これ有楽町三省堂書店の外に設置されたフィールドにまず頼れる後輩土田照之が竜兵会のメンバーとしてダチョウ倶楽部の3人を迎えると、竜兵会は若手が竜兵さんに相談するのではなく竜兵が若手に相談するどうしようもない会ですと知ると、すかさず上島竜兵がちょっとどういうことだよと入場し、しっかり者の後輩土田にいじられるという、先輩を無難に演出した。しかし土田の本買った方いるんですか、手を挙げてください。あ、いる、すごい、9割方野郎ばっかりだというせっかくの美味しい振りに対して上島は最近脱腸したばっかりのジモンが痛々しくお尻をかばうのに気を取られ土田が渋々サポートトークを続け、前半は土田のナイスフォローが目覚ましかった。サービスタイム、会は写真撮影不可であったが上島が
ダメなんだ、ごめんなさい。でもはいチーズの起点の一言で瞬時にマスコミもサポーターも和やかな雰囲気となり、実際は3割いた女性を含むサポーターへの心配りは感動的だった。将来の高得点に結びつくと期待したい。後半は竜兵会のメンバー全員退場、上島だけお召し替えで、豆絞り手ぬぐいのふんどしに同じ豆絞りをぬすっとかぶりに、柿花毛で華々しくフィールド再入場、こんな本が出版されることがおかしいですと謙遜のドリブル続き、リーダーが景気よく5万部売って俺たちを中野の自衛隊パブに連れてってとの直線パスに、無理よ焼肉よと同時に手のトントン太鼓を最後にトントンと鳴らし、自らのボールを塩らしくいちいち止めていた。本誌が下した評価は前半土田のフォローが目覚ましく 7.6、 後半写真集と同じ衣装のチェンジ効果と太鼓の滑りで 5.8 だが、補足としてサービスタイムの空気を読んだ起点の紳士的マナーは本誌は満点をつけておきたいと。これ何まあ、写真集ね、リュウエさんが出した、いわゆるそのさ、握手会みたいな。そうですね。サイン会というか。これね、関係なかったんですよ、俺全然。そのね、前にダチョウさんと、めちゃイケで一緒だったんですよ。ほんで、終わって、次の仕事の間がちょっと空くと。まあ、来てくれと。嫌だと。断ったの。めんどくせえっつって。で、行ったら、司会を させられて、何にも聞いてないの。デンジャラスの安田さんと一応二人で。だからもうボランチポジションで、現場をね、こう見ながら、こう、うちのストライカー、上島竜兵にパスを出すけれども、全く感じてくれない。だからもう全部パス見逃してばっかり。最初はね、中田秀みたいにね、こう、スペースついてガンガンパス出したんだけど、全く走る気配がない。ディフェンスの後ろに走る気配がないから、これダメだ、合わせなきゃみたいな感じで。で、合わせてって、で、途中でね、僕一番やっちゃいけないことでね、上島竜兵のその本の発表会っていうか、発売イベントなのに、ジモンさんがね、ダチョウの手術を2日前にしたと。そのことをね、ついつい言いたくて、僕も言っちゃったらね、その後の記者会見みたいなのが、もうずっとね、ダチョウの質問ばっかり。いや、新聞の、なんか見出しもそれだったもんね。そう。ほんで、上島さんが、どうでもよくやっちゃった。そうそう、上島さんがもうだいぶ経ってからもう名言の、俺そろそろ帰っていいかなっていう名言を。あんたが知ってる。お前の会じゃん。そうそう。あの時は、ナイスゴールと思いながら。なるほど。これ、売れてんの？リュウさんの。これはね、カンニングの竹山くん曰く、売れてる説と、全く売れてない説と両方あって、調べようがないって。あ、そうなんだ。俺はだって欲しいもんね。自分で買いたいと思う。どんな内容なの？もうだから上島五六ですわ。東公園でのノブシって居酒屋でね、飲んでる時に言う上島五六が乗ってると。例えば、どういう五六があるの？例えば。例えばお前らが実際いた時に、ね、例えばメジャーリーグの話してて、スマイリー菊池が、ね、日本の野球選手っていうのはね、みんなバッティングフォームも同じような感じだけど、メジャーリーガーってなんかみんな独特だと。個性があると。なんでああなんですかねって言ったら、上島竜兵がこう、カッコつけながら、お前そんなこともわかんねえのかと、ね、アメリカっていうのはフリーセックス、フリードリンクの国なんだよ。フリーセックスなんとなくね、田舎者の発想、海外はフリーセックス。フリードリンクってガストかよって、ね、一斉にみんな金払わなくていいんだ。バカだな。そういうのはポロ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 出てる。あ、そういうのは乗ってんだ。乗ってるの。セックスでも多いそうだし。それもあるかもしれない。何もまといてないんで。あとね、陣内くんとか、アンジャッシュの渡部とかね、男前の今、若手笑いブームのやつで、そういうのはキャーキャー言われてるみたいな話になった時も、そんなしたこっちゃねえよ。言いながら、あいつらあの雑誌に載ってんだろ、ジュゴンって言ってね。ジュノンとジュゴンを間違えちゃう。ジュゴンはオカマちゃんだよ。そうそう。そういうのいっぱいあるの。もうそれ、あの曲入れてくれっつって、ドリームズカムトゥルーの未来予想図っていう曲を入れてほしかったんだけど、ほら、ドリカムのほら、あれだよ、青写真ブルースって言った。どう間違えてんだよ。青江みなあたりですよ。おそらくそんなの。全くわかんない。俺はでもわかんない。買いたいもんね、それ聞くだけでもね。確かにちょっと読みたいね。そんなボロクがね、まだ本に載ってないのが山ほど。安田さんのパソコンと俺の携帯にはいっぱい入ってる。あっそう。お酒やめちゃったんで一緒に飲んでてもほら、ずっと冷静に見てられるから、もう出たフレーズと思ったら必ずもう携帯にメモって、それをどっかのトーク番組で披露する。いいなぁ、そうなんだ。これじゃあ、写真とそういう語録が一緒になってる本なんだ。もともとキムタクが出した本があって、フォトエッセイみたいな。それを見た、全く関係ない違う編集者の方が、
これ、こういうキムタクのこういう本を出したいと。うん、で、カリスマといったら誰だってやって、上島竜兵に怒る。バカなのね。出版社が。いやいや、カリスマですよ。なあ、うん。さあ、じゃあ続いて、岡山市の島。今回本誌は、丸ごと機動戦士ガンダムに出演した元ユータンミックスが、テルキに注目した。おぉやばいわ、それも出てたの番組前半、好きなモビルスーツはグフだと語る土田。グフの魅力はと聞かれ、土田の前にコメントしていたゲストの発言をパクって、ゴッツァンゴールを決めようと、第二次世界大戦のドイツ軍の兵器の美しさと答えるも、サポーターは失笑。シュートはゴールポストに弾かれた。しかも司会者が、ザクがメッサーシュミートだとすると、などとその話に乗ってしまい、ドイツ軍のことなど全く知らない土田を置いて話が盛り上がり、土田はオウンゴール。後半、現在では貴重なガチャポンの商品を持ってきた土田は、うん、売ったら高い値段になると聞いた途端、じゃあ売っちゃいますよと即答、うん、お箱の子供3人いますからねというシュートを放ち同点に追いつく。あれ同点落ちてないな。本誌が下したこの日の元 U ターン土田輝之の評価は前半 4.6 後半 7.2、僕の好きなモビルスーツはリック・ディアスだったと。あ、リック・ディアス出たかんだよね。これ何なの、機動戦士。これ BS で、ガンダムの劇場3部作っていうのね、うん、9時間丸ごとガンダム特集っていうのを、うん、BS でやったんですよ、うん。その劇場版の映画の合間のワンゾーンのところで、まあ、出させてもらって。うん、はぁ、よくこいつ見てたなぁ。さっき俺はもうあれは現場がないぐらいの。もうね、だから番組としてあんま成立しないんですわ。見てる人に対して、これ面白いでしょとか、こういうお話なんですよみたいな優しいことは一切なく。ああ、もうほんとマニアだけだ。マニアが自分の知識を言いたいだけの番組で、もう正直ね、途中からもう僕、ボイコットなんですよ。この番組は。番組。おだから、ね、でもお前途中から、後半 7.2 だぜ。それ多分ね、編集のマジックだと思いますわ。多分前半喋ってる部分を多分後半に、うん、後半はもうほんともうだんまりを。決めてたぐらいだから。そうなの、もうこれちょっとないわ。誰が出てたの、そのゲストは。知らない。あ別に。わかんない。誰かわかんない人って。東京大学も物語の漫画家の江川さん、うん、と、あとあのね、その頃のサンライズとかでガンダムのセルガとかを開催して、今も監督業をやられてる、そっちのだからアニメのクリエイターの方、あ大越さんと、あとその番組の方なんだけど、もう全然もう俺はもうない。いやでも土田はガンダム詳しいみたいなイメージあるもんね。いやでもね、これ例えばサッカーが詳しいって言ったってサッカー番組に出て真面目にサッカーのことを語ってたら、ね、ダメじゃないですか。やっぱ仕事柄ね。仕事柄ね。やっぱ僕なんかちょっと、何を面白いこと言わなきゃなみたいなのあるわけじゃないですか。そのガンダムのね、番組も、真面目にガンダム語ってもしょうがないと思って行ったのに、まあ、誰も受けてくれないの。あんま受けないの、現場は。全然受けてくれないの。だってその、なんだったらこれ売っちゃいますよって言った時もみんな、もう、もったいないのに、みたいな。なんで飲んじゃうのみたいな。そうなんだ。だから、いや、もう子供さんにで生活大変ですから、みたいな。ああ、そうなんですか。全然、何これ喋る気しないと思いながら。いや、でもね、そういう、まあ、なんか、専門職みたいなのがいっぱい持ってるから、呼ばれるだろうね、そういうの。ガンダムもサッカーも。俺、一回見たのは、プロレスの討論会みたいなの出てたでしょ。ああ、SRS で。SRS だったかな、深夜に、みんなで、プロレスのイメージはないだろ。プロレス知らないはずなのよ。ないない。なのに出てんのよ。なんか詳しいみたいなイメージあんのかな。詳しいって言うか、なんでもね、一般レベルよりちょっと知ってるぐらいなの。へぇー。だからもう何でも多分使いやすいんだと思う。にぎやかしで。いや、アイドル詳しいっていう意味。これもね、実際に確認取ったらアイドルは詳しくないんだよね。そう、あんま詳しくない。おにゃんこだろ？そう、おにゃんこが詳しい。あ、でも、おにゃんこ詳しいイコールなんかアイドル詳しいみたいなイメージは確かあるわ。そうそうそう。だから前、ゼニキンでもね、アイドル好きの秋葉の貧乏さんって言った時も、将来どんな風になりたいんですかって言ったら、うん、俺みたいになりたいって言ったから。だから、俺あいつらに目指されてんだ。いかんな。いかん子供なんだよ。まあでもその同じ路線だよね、だって。アイドル好きでガンダム好きでとか。ああ、まあそうですよね。そうだよな。うん。ああ。だからそういうイメージはあんのかもしれないね。うん。まあ、あと基本的にはその自分の趣味の領域も全部金に変えてやろうと思ってるから。ね、まあ芸人界切っての主戦度だからな。ほんとに全部金で動く、ね。正直な趣味は、まあ、ガンダムもちろん見るだろうし、サッカーも好きだけど、はい、何が他あんの？ガンダムだけ、今。今はガンダムはやっぱハマってみてる。公共の電波でこんなん言っちゃいけないですけどね、もっとぶっちゃけたりすると、サッカー俺この2年ぐらい何も知らないですもん。え？いやお前芸人界でサッカーといえば土田みたいなイメージあるじゃんか。全然海外リーグとかも一切見れてなくて。マジで？移籍事情とかも何にも。
わかんない。いや、てか今こそ知らないといけないじゃないの。だってもうワールドカップ近いわけだから。そう。でも、もう、そういう時は、得意の80年代、90年代の話にすぐすり替える。それを持っていくことによって、あいつ詳しい、昔の選手も知ってんだ、みたいな。昔しか知らねえじゃん、逆にな。でも70年、80年、90年も全部その得意分野。あとそのメジャー選手じゃないところを出す。そしたら。スティーブ・マクマナマンっていう選手とかをパッと出したりとか。深いとこ知ってるってことだよね。そう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 。そこで、ベッカムって言われると、こいつベタだなってなるけどね。ない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 。そういう汚い手を使って。そのな、逆の手法言ってんのが、おぎやはぎのおぎな。おぎって、俺知らないけど、さっき。半端なく詳しいのサッカー。ものすごい詳しいんだってな。すげえ詳しい。で、一番好きなの誰だ結局言って、うん、ベッカム。だから、お前嘘だろってなっちゃう。なんでってかっこいい。あいつ真逆の手法でマイナスなんだよ。だってね、小木はずーっとサッカーやってたのよ。だって一緒に、何、芸人サッカーチーム作った時も、小木来て、ものすごい上手いの、あいつ。あ、そうなのあいつ。すごい上手いの。高校時代も10番とかつけてたの。へぇー。エースなの。おぉ。それなりに、ベッカムが好き。だからダメだ。商売ベタ、あいつ。そうだよ。そうだよな。多少計算すりゃいいのに。そうそう、計算しないけど、ほんとダメだよ。だって子育てもだって仕事にね、なるわけだし。そうそう。連載できて。なんとかクラブ系とかね、取材受けますからね、卵とか。なんか卵クラブとかいろいろあるじゃんか、ひよこクラブだと。そういうのも結構やっぱ受けてるの、取材受けますよ。だってそういうグッズとかだっていろいろ喋ったりしますもん。この3人ね、いくらでもグッズ話せるんですよ。子供いなかったら分かんないでしょ、アプリカとかコンビとか行ったって。二大メーカーですよ、そういう育児のものの。何それだから、チャイルドシートとか、バギーとかね、上車ですよ。そういうのの会社ですよ、アプリカとコンビって言ったら。はぁ。二大巨頭ですよ。その他いろんなのがあるわけですよ。あの、あれとかも知ってるもんね、あの、レジャーランドみたいなとこも。子供連れてくからっつって。ああ。休みの日あそこ行ったら。お金のかからないような遊び場だとか。すぐ知ってんのよ。うん、だから幅広いよ。貪欲だな。貪欲貪欲。金につなげてる。幅広いから、とにかく全部つなげてるんだよ、ね。そうそう、全部金に変えたいの。考え方は最低だけど。最低なんだ。お前はな。しょっちゅう言われるよね。そういう意味で俺は、小木は純粋だと思う。あいつもベッカムだよ。ベッカムかっこいいって言ってたもん。間違っちゃいないね。まあね、今日はじゃあ土田のね、このガゼッタでのお笑いので終わっときますか。うん、まあね、このいろんな番組での、うん、まあ特にできれば、俺らより後輩の芸人さんとかがね、まあ、何の番組でしたかとかっていう報告が嬉しいんだけど、まあ、これ限らずね、いろんなタレントの活躍ぶりを報告してちょうだい。郵便番号 100-8439、日本放送クリームシューのオールナイトニッポンガゼッタでのお笑いののかかりまで、紹介されたら上田と有田のあまりもんプレゼント曲、ヒエムレボリューション、ベスティー。クリームシチューのオールナイトニッポンでは番組のメールとファックスをラジオの前のお前に開放中。番組を聞いてて有田上田に言いたいこと、伝えたいこと、教えたいことがあったら遠慮なく送ってきてください。番組のメールアドレスは上田さん、アリウエアットマークオールナイトニッポンドットコム、全部小文字でアリウエアットマークオールナイトニッポンドットコムです。ファックス番号は上田さん、東京03-3211-0707、東京03-3211-0707です。どんどん送ってこいよ。今夜はクリームシチュー上田晋也ゲッ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 まず始まりがゲッの連発だった時はどうなるんだろうと思ったけど、前回がうんこうんこばっかり言ってて、今回は他人のギャグのパクリ。上田、一体次はどんな低レベルな放送になるのか楽しみにしてると。今年以内にはやるから。オールナイトニッポン。いや、小坂は最低だったら本当にずーっとまずゲッツから入ってずっと、今年ダンディーブームがくるくるってずっと入ってますね。
あいつ天才だからな。小坂な。小坂すごいよ。さあじゃあね、土田にいろんなメール来てるんで、質問を。ラジオネーム、握力ゼロ。おい、上田に有田。土田さんファンのうちのお母さんが、この番組は土田さんの扱いが悪すぎると激怒しているんです。すごいよ。お母さん聞いてんだから。扱い悪くないじゃんかな。うん。まあ、個人的にはこんな感じなんだよなぁと思って。本当はこんな感じなんだよなぁと思って。やっぱでも、すごいな。多分、これ土田が出てなかったら、このお母さんも聞いてくれてないと思うんだよ。ありがたいよね。お前のおかげでやっぱ聞いてくれ。誰やっぱその点。ガネさんが出てるから聞いてますっていうメールあったっけな、選手。静岡市のラジオネーム、竹。僕も土田さんのコラムを見ました。かなりいい人的な感じで書かれていました。しかも写真付きだったので、正直いいパパさん感が出てましたと。お前さ、あ、まだそういう、小学生にはなってないんだけど、一番上の子とかって。来年、小学校1年生で。でもさ、幼稚園でもさ、いわゆるなんだろう、こう、授業参観的な、お遊戯会を見に行くとかなんかあるでしょ、それやっぱ、場面出てんの？まあ、行けるときは全然行くし。やっぱ優先なの、その子供の。一応、事務所に聞いて、スケジュールどうつって。で、今のところ借りれとか言うぐらいだったら、うん、あ、じゃあそこが幼稚園のあるから。開けてみたいな。そうなんだ。うん。へぇー。で、行っちゃ激怒して帰るみたいな。なんで？で、ほら、いろんなやつが斜面カシャ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 撮ってたりとか。ああ、そういうことなんだ。どうするの、その時。引っ張るよ、みんな。子供たち。どこがいいお父さんだよ。そう、だからみんな間違えてんだよね。うちの、だから、同じ幼稚園の子たちにしてみれば、多分恐怖の存在だと思うんだ。あいつ来たよみたいな。いや、土田なんて呼び捨てしたもんだったら、もう本当、何校上だって話するからね。真剣に。そう。お前の30個ぐらい上だとこっちは。お前の両親と同じぐらいだぞ、こら。何校だと思ってんだ、こら、ガキって言いながら。いや、だから、想像がね、つかないのよ。その、土田のパパぶりみたいなのが。っていうのはね、俺が知ってる土田っていうのの、やっぱ、もう、マックスっていうのは、やっぱ俺、アズマに対する対応っていう。いや、すごい、あのね、公共電波を使って言うことじゃないよ。いや、もうこのまま借りて言うこれはもう明日ね、銭形金太郎のスペシャルみたいなのがあると思うんで、それをね、ちょっと見てどれぐらいオンエアされてるかわかんないけど。2週に分けてやるらしいですわね。まあ、すごいよね。まずその、だからみんなで旅行に行ったんですね、プチューンと。ね、僕らクリームシューと土田、あとアズマックス大きなんだけど、ただ、アズマックスは途中で遅れてきたんだよね。そう。ね、それで遅れてきて、こう、普通だったら、お前何遅れてんだよとか、またアズマックスって入ってくるわけよ。まあ、しかとね、まず。うわぁ、せいや、それは俺だけじゃないよ。しかとっていうのも、その、美味しいしかとじゃないのよ。ほんと、マジなしかとだもんね。マジのしかとですね。もう企画をどんどん進めていくんだもんね。そう。だから、しょうがないからアズマックスもう次から普通に入ってたもんね。だからね、アズマックスは、その、こっちのテンション知らないのよ。それまでどんだけ覚悟が変わったからね。ロケが。だもうほんとぐったりしてるのに、またアズマックスみたいなつまんなことやられてないの。受けたくないの。もういいよと。いや、それはほら、笑ってるけどみんなそうだったじゃない。でもほら、その、とにかく朝で4時、5時ぐらいから出発して、夜の1時とか2時は、もう肉体労働ばっかりで。そうですね。で、最終的に肝試しがあったじゃない。で、肝試しまで街が1時間半とか2時間ぐらいあって、その間にちょっとみんなぐったりも寝るとか寝ないとかもあってて。ブーブーね、うん。で、それで肝試しが始まって、アズマックスが行ったわけですよ。そしたら、アズマックスがまたね、肝試し中に、もう僕正直寝てたんですよ。そう。本番中、ひどかった。初めてだから、アイドルが大人だったのは、名倉潤と上田晋也だけよ。そうだね。あの二人が唯一番組として何とか成立させようとしてるけど。行って、アズマ行ってるとか言ってくれたの。他の奴らは。お前らだって、立ったまんま寝たりも、テクされてくわ、モニターみたいとかしてっからさ。で、アズマックスがさ、向こうでギャグかなんか、アズマックスって墓の前でやってるじゃない。で、途中でほら、一応芸人だからさ、こけたりとかしてるわけ。ね。あいててとか言って。そしたらさ、土田がさ、つまんねえことしなくていいから、早く帰ってこよう。いやもう、先輩にギャグじゃなくてよ。つまんねえよ、いいから戻ってこいよって言って、もうブワーブー言ってるわけ。それをね、アズマックスさん聞こえてるんだよ、モニターで。だから、ね、当然ほら、普通だったらみんな見てる人たちが、うわー怖いざまみろ、罰ゲームって喜んでると思ってるのに、向こうが聞こえてくると罵声だけでしょ。早く帰ってこよう、もうつまんねえよ。そういうわけだよ。
だから戻ってきた瞬間やん、どうだったって聞いたんだよ名倉潤が感想を。普通肝試しに行った感想なんて普通ね、怖かったよって言うのよ、勘弁してくれよとか。何だか覚えてます？わ、なんだっけ。俺はバカだ。どんな感想だよ。俺はバカ、何もできねえ、面白いことできねえよ。そんなことないよ。トントントンスッとトントンスッとトントンスッとトントンスケルトンハミルトン、うーん、いやワシントンサーティンラブ。千葉県茂原市の局、ラジオネームクリームハーツです。ねえ深夜の決定、私先週抜群の嵯峨根さんに人生相談に乗ってもらった旦那と離婚寸前になっていた説もなんだけど、その説は先週の放送の後旦那とまた揉めたからガネさんからいただいたあのギャグを旦那の前でしてみたの。おお、そしたらお前大丈夫かって突撃されたわ。まあな、今違う意味で離婚寸前なんだけどまた相談に乗ってもらってもいい？でまたガネさんに乗ってもらおうと。クリームシチューのオールナイトニッポン。ある意味でもね、優しくしてくれるかもな。お前大丈夫か、うん、って夫婦円満にね、うん、なるかもしれませんよね。うん、いやーしかしまあ尽きないね、土田の東に対する態度は。いやあのな、基本的になんだろうな。あのまあ有田も東だって俺らの先輩だからな。そうそう、東さんは年齢も上だしな。うん、でまずなんかカミングアウトし始めたのは絶対有田なんだよ。え、アズマックスに対してのなんか、うん、あいつバッシングしていい人間なんだよ的なな。そうそうそう、確かに、確かに部下店の人は誰一人そんなこと言っちゃいけなかったもんね、うん、いけなかったっていうか、あの人自身もそういうキャラじゃなかったし、なかったなかった。でだから銭ゲ始めた時も別にね、うん、あのアズマさんアズマさんみたいな感じで、俺の中では土田って、うん、いわゆるなんていうの、一番のアズマさんの一番の後輩みたいなイメージがあった。いや、よく飲みも行ってるし。マジで。だってお前よくさ、上さんこれから飯にも行きませんって言って、あーごめんなちょっと仕事で、あーそうか、いやプリンスが行こう、プリンスが行こうって言うんで、うん、東のことを唯一プリンスっていう呼び方で呼ぶプリンスが行こうって言うんで、俺行くんすけどみたいな感じで、古文だと俺は思った。じゃそれだって、なんでプリンスってあだ名をつけたかって言えば、うん、ね、やっぱ東さんって呼ぶと、その上下関係しっかりできちゃうでしょ、うん、さん付けっていうのが、うんうん、だからため口で東とはやっぱ呼べないわけですよ、うん、え、なんで東さんと上下関係になりたくないの。だからそれ親しくなりたいから。え、それもっと親しくなりたい。何言わせたいの。何を言わせたいの。いや別に上下関係じゃん、できていいの、芸人の先輩なわけだから。おう、だってお前有田さん上田さんとかって言うじゃんか。いや、あのね、どうだろう。でもほら、上田晋也ってフルネームで呼んだりとか、アリペって呼んだりするもん。アリペって呼ばれるもん。それはだから、その先輩だったけれども、うん、もっと親しくなりたいと。あ、そういう意味。それはそうよ。だってもう昔だって、十何年前なんて意見も言えなかったのよ、こっちは。そのね、ネプチューンだなんだとかでこう、なんかユニット組まされてね。あ、でみんなで合同ライブやろうみたいな。ね、ネタ作るときだって、意見一つも言えない立場だったの。あ、でもなんだよ、もううぜみたいな。じゃ仲良くなって、そうバラエティー乗りにしたいと。そう。でもプリンスがある時からアズマックスって呼び方になって、うん、このあのゼニキンのエンディング。明日見て、明日で見てて分かりますけど。多分ね、来週か、うん。寝るシーンがあって、うん、寝るシーン、そっちは。俺が、ホリケンと、うん、アズマックスと、うん、一緒の部屋だったから、ジュンちゃんも一緒かな、ジュンちゃん違うか。ジュンさんと、アリペイと俺が一緒だ。あ、そうかそうか。で、体操もいたもう寝るシーンだから、寝まして、はい、終わりですっていうシーンですよ。うん、そっちの方で、なんか振りがあったんでしょ、うん、アズマックスまだ、もしかして、あれだよ、遅れてきたからと、遅れてきたからね、うん、頑張れよっつって。で、だから、なんかちょっと、戸締まりどうこうとかさ、つけたんだよ、ね。アズマックス、なんか向こう変な明かりがねえかみたいな感じで、ちょっと見てこい見てこいみたいな感じで、つけたんだよ。アズマックスの取り返そうとしてたんだよね。まあ、遅れてきたから。遅れてきて、遅れてきて、して、取り返そうとしたら肝試しであんな言われちゃったから、うん、夜ぐらいは大丈夫と思う。寝る直前にね、もう、お前大丈夫だけど、うん、大丈夫かお前今んとこお前使いどころねえぞみたいな話。あれでね、うん、だから乗って向こうもやってたところ、うん、隣の部屋にいた。一番の後輩と後輩がいた。うるせえやつめ。マジギレだよ。マジギレ。お前早く寝れよ、どうせ食わんねんだから。あ、その時にね、アズマックスとも呼んでないの。おう、アズマ、アズマ。でな、アズマのあの後のリアクション、お前ら隣の部屋だから知らねえだろ。な、そっと寝袋に入ったのよ。
何も、あ、それ、お前そんなに言うことねえだろっていうリアクションもなしで、そーっと入って、本当に、こいつ永遠の眠りにつくんじゃねえかっていうような、かわいいですね。いや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 。だって、プリンスでもないし、アズマックスでもないし、アズマだよ。あれはツッコミですよ、だから。違うよ。ツッコミじゃないし。あれはツッコミだって。あれは絵袋普通でもよく見せるツッコミです。違います。あんなの見れるか、爽やかな番組。声にせんならまだわかるけど、寝袋入ったのに。ってこうやってザーッて言ってない言ってない、なんで話を大きくしようとするんですよいつも。いや、あの時の土田リアルだったわ。いや俺一回対談してもらいたいんだよねこの番組で。あそうそう、いやでも全然普段は普通に喋んのよ。いや公開討論よ、だからいろいろ人俺のギャグを見てくれとかそういうような。あただね、この間もあの世界不思議発見で一本目東さんで、二本目俺が行って、はい、で廊下でこうちょっと東さん帰る時で、うん、でおうっつって、ならプリンスが、うん、俺また今日ねパーフェクト出しちゃったよって言うから、うん、いやいやパーフェクト出すのが俺らの仕事じゃないでしょうと、うん、笑い取るのが仕事でしょって言ったら、うん、笑いは取れなかったと言うからダメだろそれってついつい言っちゃった。また説教したんじゃん。そうそう、でこれね、あれもあの爆笑さんがやってるテレ朝のやつもそう、うん、ものすごいなんか好成績収めちゃって、うん、このオンエアのやつかな、うん、でその時俺2本目が俺だったから、うん、あの雑学のやつだ。そうそう、うん、でその時ももう俺伊集院さんに勝っちゃったよって言うから、うん、いや伊集院さんに勝つために呼ばれてるわけじゃないでしょって、うん、笑いを取るために呼ばれてるんでしょって言ったら笑いは取れなかった。さっきの笑いはやっぱ取れないみたいな。ただねものすごい賢いところはもうバンバン見せてる。だからねえ、またやっぱ多分テンション上がってたんでしょ、うん、パーフェクト出したり、うん、うんちくで勝ったり、うん、したらまたあの言われたもんだから多分そーっと帰ったんだよ。全然上機嫌で帰ってるよ。いやいや、多分その日そーっとベッドに入ってる。そーっと寝袋に入っ、バレないように。なんで自宅で寝袋で。はい、じゃあ、あげおし、さとまん。土田さんはよく素人との絡みでムカつくことがあると、ああ、君は死ねばいいのに、と、慈悲のないツッコミを使いますが、はい、そこそこ長い芸能生活の中で、こいつ本当に死んでほしいと思った人はいますか？イニシャルでいいので教えてください。ああ、いるけど言えないよね、公共の電波で。誰？ね、女性のね、タレントさんのね、K さん。誰だろうな、全然まわかる。いやいやいや、知ってますわ。その昔ボキャブラやってた頃によく呼んでもらった番組があって、うん、その時のそこのレギュラーだったんですよ、その人が。うんうん。そんならこう楽屋とかでね、挨拶とか廊下とかで、うん、あ、おはようございますみたいな、うん。あの、今日お世話になります、Uターンです、よろしくお願いしますって言っても、うんうん、もうが、完全なる仕方ですよ。最初、あれ聞こえてないのかなみたいな。あー、いたでしょ？みんな、だから、俺らだけなのかなと思って、その話をしたら、みんなそうだったの。わかった。え、Kさん？Kさん。だから俺がさ、俺、すっごい、まずファンでさ、あ、その番組楽しみで行って、ほら、俺らも無視されて、おい、なんだよ、あいつみたいになった。多分あれだろ？そうそう、あれあれあれ。でしょ、これ。そうそうそう。いや、ふんで、それでさ、去年、一昨年か、久々に、あったんだ。俺もあった。なしたら、変わったっけ、変わってたっけさ。そうなんだ、キャラ変わってた。なあ、その時だって、売れてる諸先輩方は、あの子はいいってみんな言うのよ。うん、いや、みんな言ってたの。関根さんとかみんな言うの。あの子はいい子だよ。でも全然俺らみたいな、全く見えてない。ひどかったね。もう無視だもんね、うん。いや、びっくりするぐらい無視だったよな。でも、ね、この間会ったりとかすると、あー、どうもー。そうそうそう。だって帰り際、エレベーターでこっちが先に降りて、出る時も手振るんだよ。またーみたいな感じで。へぇー。ぐらっと変わった。そうだ、人を見るんだと思った。なぁ。いや、あの人ぐらい、挨拶してもいや、でもあれは、あの、お笑い芸人の A は？A。そっちだろ、A。A ってか、お前にとっては P っていうか。お前だ。P なのか。P なのか。AT。A なのか。AT。T の A です。AT の A。うん。A。あの人はなぁ。嫌いとかじゃないのか。嫌いとかじゃない。全然ね、あの、全然嫌いなの。行くしね。うん。いや、でもね、言うほどそんな飯も食いってない。実は、うん、別にじゃあ頭に来るわけではない。全然頭だって飯食いたら必ずご馳走してくれるし。そうなんだよね。じゃあ家族全員だって旅行代とか出してくれるし。うわそうよ、あの人。あのそんだけ世話になってて、うん、あつま寝らんはねえだろ、お前。それはプリンスも悪いのよ。状況分かってなかったから。東京有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットで生放送。クリームシチューのオールナイトニッポン。新
四十八手。やるんだ。死んだらせっかくにいんのに。このコーナーどういうコーナーかと言いますと、もはや時代錯誤となってしまいました日本古来の四十八手に代わる新しい四十八手の対応の名前を考えるコーナーです。やはり四十八手の土田さんにちょっと、はい、四十八手の土田さん、はい、四十八手の委員会否定してるんだ。いや、はい、すごいそこら辺研究されてる。そうそうなんだ、はい、俺あんまそういうな、うわエロスな、いやエロいとかじゃなくて、ちょっと上田さん黙ってください、はい、文化のね、はい、ことを考えてる、はい、あんまりだって使わないですよね、チャウスなんとかとか。そんな、そうですね、普通の方はなかなか使うことはないと思いますね。ないですよね。だからやっぱり新しい言葉に変えた方がいい、はい、そうですね、わかりました、はい、じゃあ早速今日も新しい言葉に変えていきたいと思います。先生よろしくお願いします、はい、まずは東京都府中市、田中啓太。王様のアイデア。これは僕のイメージですけども、やはりちょっとね、本当に手の届かなかったような、かゆいところに手が届くようなプレーなんでしょうね。なんかこう一石二鳥的なところがあるんですよね。ああいうこととは違うの。いわゆる王様ってこうデーンとね、ふかふかの椅子に座ってたりするじゃんか、はあ、がっしりした、うん、王様はそういうような状態で、そのなんかこうね、手取り足取りなんかやってくれる。全然違いますね。違いますね。違います、全然違います。あいつは委員長です。初されるんだよね、はい、この子。あ、そう、はい、全然違いますね。だから あの王様のアイディアですよ、あのね、地下のよく地下道に行ってある、駅の改札出たら、そうですね、知恵の輪的なおもちゃとか、そうです、そこでやっぱ日頃別にいらないよと思ってんだけど、行けば便利みたいなこと。そうですね。あ、これは確かに便利だなと、うん、これとこれで。あ、じゃあそこで売ってるような道具を使いつつっていうこと？違いますね。違いますね。そういうアイデアだ、アイデアを使った体位だったりとか。だからあのバックポジションでやってるのに相手の表情も見えるし、うん、胸の動きも確実に見えるみたいな、そういうものですよね。そういうことなの、はい、あ、さすが分かれる。そういうことなの。ここまで言わせないでください、委員長。あ、すいません。そう、オブラートに住んでたんですよ。本当に、はい。あ、悪い悪い。お願いします。じゃあ次のチャンスを。分かりました。理解するわ。青森県国立弘前大学附属中学3年、ノーリーズナブル。五つ子大好き。あー、これ分かっ、これ、うん、これちょっとね、あの語弊があるかもしれないけど、いわゆるその一対一の関係じゃないでしょ。いわゆる十つなぎ的な、なんかそういう、いやいやいや、なんかね、これアブノーマルな、いや、そういうことだな、これな。いや、違いますね。それはだって全然違います。だってそういう、また違います。五つ子大好きっていうことは、五つ子を、まあ、もう土田先生は多分そういうのを経験してますけど、はい、子供をね、産む時ってやっぱちょっと内容も変わると思うんですよ、はい、快楽主義じゃないっていう。そうですね。だから五つ子を産むために、そうやって交わるとなったら、これ全然変わるわけです。変わりますね。だから普通のセックスっていうのは、あのシャドーボクシングと一緒ですからね。やっぱ子供を作るぞっていう時のが、本当もうあの世界ランカーと戦ってる気持ちでやらないといけない。そんなに差があるの、シャドーボクシングと。委員長、これ変わるんですかね。もうやっぱりあの、より相手に感度を伝わせようみたいなところ。どういう具体的にはどういうような、もうちょっと細かく話しますと、やっぱ男性、はい、男の子を作りたい時なんていうのは、はい、やっぱあの神様相手に本意気できますよね。排卵日に近い時に本意気できます。なかなかやっぱ神様相手に本意気に行くのはなかなか恥ずかしいですよ。何の話先生、はい、先生何の話をしてるんですか。慣れ親しい、や、一般論ですよ、これ。そうです、一般論ですよ。委員長の話じゃなくて、はい、やはりほらもう慣れ親しんだ相手じゃないですか。そうですね。やっぱそうなんですけども、はい、いや先生、これ四十八手のコーナーであって、はい、それこれ何がびっくりって、俺この間その話プライベートにされたからな。こいつに楽屋で相手に本意気、上さんね、もう子供作ったらどうよみたいな話になって、はい、男の子作りたいんだったら本意気でいけ、本意気女の子の場合は、女の子の時はまた違うんです。排卵日をちょっとずらしてください。排卵日からずらして、はい、それであまり相手を感じさせずに、あの奥で出さないっていう。これはね、精子の問題なんですね。やっぱ男性の精子っていうのは、あのスピードが速いですけど、生命力弱いんですよ。はい、で、女性の精子っていうのは、遅いんですけど、生命力があるんで、だから排卵日ずれてる時に外側に出すというか。でも、人によがりは内容がいいんですよね。そうです。プレイ的には。だからもう、男の子作るときは僕はだから上2人男の子ですから、神様相手に本意気でいきます。
雰囲気で。そんな報告いりませんか。すごい、ものすごい。先生もういいです。先生勘弁してください。これは別にスケベな話じゃないんですから。まあ、真面目な論ですから。まあ、まあ、それはでもあくまで土田先生の考え方であってね、これ医学的に証明されてるかどうかは、はい。そうですね、それはまた違うかもしれませんけれども、ただまあ、学会で発表してもいいぐらいのものだと思いますよ。はい。じゃあ続いて行きましょうか。はい。佐賀市ロングラン。お先に勉強させていただきます。ねえ。おかしいだろ。な、指示はその大尉の名前で、お先に勉強させていただきます。いや、だから何なんでしょうね、やっぱり。これは、短絡的にですよ、委員長、これ考えちゃったら。はい、やっぱり、あくまでもこう先輩に芸人がよく、すいません、お先に勉強させていただきますっていうような格好人で、まあ女性とこう交わっててですよ。うん、それで、もう勝手に、まあ一人終わりですよね、言ってみれば。あ、まあ勉強というのがエクスタシーだとすれば、うん、先に勉強させて。そういうことやって思ってしまうんです、委員長。一瞬、はいはい。これは違うんです。そういうことだろ。違いますね。ああ、委員長、全く違うんですか。これはもうあの、関西の方でできた言葉ですもんね。まあそうですね、お先に、はい、まあ一時学会に入って。あんま東京では言わないもんね、そんなに、ね。言わないですね、うん。はい。これも基本的には、その、もともと古来は、そういうあの、お店的なところで、あの、出た言葉なんですね。うん、ほう。これもやっぱ芸人さんが、昭和の芸人さんが、あの、とある風俗店に行った時に、ついついその舞台の癖で、あの、出てきた時に、このロビーにいたお客さんに対して、お先に勉強させていただきます、みたいなことを言ったという。あ、そうなんですか。そっから始まってるんですね。でそっから、まあそういう制度。制度制度がついたわけですね。そうですね。いや、すいません。だから、どんな単位なのか教えてください。このお先に勉強させていただきます。まあだから、あれじゃないですかね、お先に勉強させていきますって言ってる時って どうです、実際師匠、例えば、うん、よく顔も知らないぐらいの落語家さんの楽園にわざわざ行って、うん、先に僕ら出番なんですよ、ですね、若いっていうことだけで、うん、で、あ、すみません、お先に勉強させていきますって言って行く時のテンションでどうですか、うん、正直めんどくさい、うん、まあめんどくさいし、もっと言えばプライドあるかもしれませんね、こっちに、うん、もう俺の方が面白い、本当は面白いのに、うん、一応挨拶しとくか、勉強なんかしやしねえぞと、まあまあぐらいに言えば、そういう場合もね、だからそういう意味では女性に対してまあかなりプライドの高いエッチをすることなんじゃないでしょうかね。そうそういうことだ。ただそこのバランスがやっぱまだ若手なんでね。はいはいはい、やっぱその挨拶するとか若手じゃないですか。はいはいはい、だから自分では上手いつもりでいるんですけど、やっぱついついガッツところは出ちゃうんですよ、ね。なるほどね。女性に対して。舞台ですからね、やっぱそこが。ごめんなさい。これじゃあ体位っていうか精神性の問題もちろんです。もちろんそうです。もちろんかい。だから普通の正常位でもどんだけガッツきながらも自分にプライドを持ってる姿を見せれるかっていうのが、やっぱこの体位ですかね。なるほどね。じゃあ形はあんま関係ねえんだ。いわゆるその気分の問題なんだ。振り方とかがガッツいてる、うん、ね。前、前。前ですよね。やっぱ他人より前へ、他人より前へ。女性はやっぱデーンとしてるんですよ、そういう意味ではね。そうですね。デーンとして、ああ、まだ若いねっていう。うん。へ、もうだから、お前なんか知らないよみたいな。笑わせてごらんみたいな。だから生かしてごらんみたいな感じですよね、女性は。ネタ見せ感覚？ネタ見せというか、まあそうですよね。はあ。でもガンガン行きますけど、その中に自分は上手いぞっていう、こう、プライドもありますからね。なんか複雑ですよ。深いですよ、深い。あ、じゃあ続いていきます。勉強になりました、本当にこれこそ。これは僕ね、本当に、次のやつはちょっと、委員長にちょっと聞いてみたかったんですけど、はい、ペンネームトリッキーサム。オール阪神。わかった。俺これわかったわ。おそらく、はい、甲高い声を、こうね、あの、車にポッピーみたいな感じの、あの、甲高い声を出すような、お互いにこう盛り上がってるような、そういう雰囲気のことを言うんじゃない。だから車に乗ってるような、うん、ね、いや違いますね。違いますね。違います、ね。違います。え、僕はよく内容わかりませんけど違うっていうのはおかしいでしょ。それおかしいだ。お前の視点。これどうなんですか、委員長。これはあのその精神的なこととかじゃないんですよね。はい、本当もまさに単位形なんですね。形。はい。これがもうポピーと同じような形になるわけですよ。え、ポピー、あの芳香剤の、はい、あの形になるんです。芳香剤はどんな形でしたっけ、ポピー。こういう感じですね。はいはい、下にこうね、下に電子。春型みたいなやつです。うん、はい、そういう形になるということですね。どうやってなるんですか、あの体勢に。だからあの女性がですね、はい、こうラジオでこんなやつもわかんないですけど、はい、でこういうこう女性が膝をついて、はい、立ってるみたいな、膝立ち状態。こっち側に男が
こうなるわ。志田さん本気でやってくれてますね。床でこうなるわ。こうなるとポピー的に見える。男が要は横に寝そべるわけです、ね。ね、土台になるわけです、ね。土台です。丸く囲むわけです。その上に女の子が膝立ち状態で乗っかってくると。で、こう行くわけですね。ははー。そしてリアルに腰とか動かさなくて結構ですけど。先生、お願いします。これはでも、すぐにでも使える太鼓。そうですね。これは本当にじゃあ、ね、新四十八手の名前としては、そうですね。オール阪神。はい。なるほど、はい。これはでも、有田教授まだあるんですか？まだあります。ちょっとこれ、インチでこれ聞いてもらう。これラストかもしれませんけど、はい、静岡市、ナイラムゾンビです。ありがとね。おい、それタイじゃないだ。それはもう終わって次の日帰る時の あのありがとうねっていう、ただ単にお礼の言葉だろ。違う、これは僕なんとなくわかりますわ。わかりますよ、こんなの。だからまあね、いろんな芸能人の方いらっしゃいますけども。ほら、例えば、クリームシチューのオールナイトニッポン。これにゲストで土田さんが出てもらった。はい、この時に、お疲れしたいっていう時に、ああ、今日はありがとうっていうことってあるじゃないですか。例えば。でも、これもよく考えたら、ちょっと不思議な話なんですよね。だって、これは別にみんなの番組なわけですから、はい、僕らの番組かもしれませんけど、別に僕らが、お盛り上げてくれてありがとうね。助かったわ、みたいなことを言うのって、ちょっと偉そうですよね。うんうん、でも、全く関係ないあたりの人がそれを言うケースがあるでしょ。そのおめえの番組じゃねえぞ全然っていうのに、お疲れしたって言ったら上から、あ、ありがとうね、助かった、サンキューです、サンキューですみたいなことを言う、なんかあらっていう人はいるんですよ。それ誰ですか？誰ですか、それ。いや、そう、だから誰っていうあれが具体的な人じゃなくて、そうなんですか。漠然とね。あ、そうですか。そういう人が、だからそういう感覚でちょっと勘違い的な体位のような気がするんですよ。うん、これ委員長どうなんですか、勘違い体位。いや、もうその通りです。なんでこいつが言うことは全員受け入れて。もう完璧にこっちはね、なんか、うん、そう、ありがとうねっていう、その、あ、ごめんね、本当、生かしてくれてみたいな、うん、ノリだけど、うん、違うよと。うん、違う、関係ないでしょ、あんたっていうような体位じゃないじゃん。途中なんか気の利いたことやったりすると、その相手に対して、うん、有田今のうまいとかね。え、なんかお互いにはなんか共通の人物が浮かんでるように僕には見えるんですけども。いや、お互いにはというか、あなたも込みで多分。誰とかですか？誰とかじゃないんですよ。誰とかじゃないんですか？あ、いいプレイするといちいち評価をしてくれる。そう、評価を。そういう人はいらっしゃるんですか？はい、もうクライマックスでこっちは熱くなって、うわーっとこう、腰を振ってる時でも、はい、あ、今の2回目のやつ結構良かったね。うん、はい。あ、いや、3回目もっとこれ、うん、もっとちゃんとやった方がいいんじゃない、ね、とか、はい、もっと腰ついた方がいいんじゃないみたいなことをいちいち言われながら、はいはい、最終的に、うん、なんだ、いまいちだったなって言ったら、うん、ありがとうね。うん、で、なんか、二人でも、二人で気持ちよかったはずなのに、嫌でしょ、女の子は。助かったわーって。あ、それは嫌だね。嫌で、そういう感じです、だから。え、誰ですか？そのなんか、ありがとね的な人。誰？いや、誰とかじゃないです。だから、そういうケースがあるでしょって言ってんの。なんかいそうな感じの。まあそうですね。まあ、ここは僕はもう上田さんの意見に乗りますけれども。え、なんか誰かいるんじゃないかなと思いますね。なんかいそうだったよ。なんか特定できるようだったら、まあ、後々じゃあ、発表させていただきます。絶対言うな。絶対言うなって俺も分かってるじゃねえか。クリームシチューのオールナイトニッポン。この番組は創価大学、ブルボン、ナムコ、DHC、容疑者室井慎治、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りしました。さあ、ということでね、もう早いもんで、ね、ここでエンディングと、はい、ということで。だから土田、お知らせとかってある？ないです。普通すごいね、こういう時ってさ、お知らせある人がゲスト来るもんだけどさ、ね、全くないですし、気持ちがいいよね。最初の予定ではエンディングまでいるはずじゃなかったんで、ね、さあな、これ、ね、もう四十八手スペシャルでよかったら委員長にね、来てもらってね、考えてみたらすごいよ、これだって。岩手県18歳ラジオネームドク。おい上田、さっきの男の子が欲しいなら、うん、っていうのはマジだぞ。医学的にも証明されている。そう、女が感じるセックスをすれば男の子はできやすいらしい、うん、だから前戯は長めにするといいぞ。上田、今週末頑張れという。いやいや、さ、先生もう本当勉強になりました。本当なんだね、これ。本当なんだ、ありがとうございます。体の中の女性の中の分泌物が変わるんです。なるほど、なるほど。なんかそのホルモンバランスとかで変わるんだ、うん、さあ、じゃあもう一枚ね、埼玉県所沢市のあずさ。
私土田さんの理知的なところが好きで今日も出演するって聞いてちょっと嬉しかったんだけど、なんかアズマックスに対する態度を聞いてかなりイメージダウンでした。土田さんとアズマックスの公開討論はぜひ実現させてください。公開討論をね、別々にまずあの30分ずつぐらいちょっと話してもらって、お互いどう思ってんだと、あんなこと言われてね、アズマお前早く寝ろこのクソ野郎みたいなこと言われて、クソ野郎なんて言ってないよ。どう思ったかっていうのを言って最初にその話し合いで仲直りしてもらいたい。仲直りどころか全然普通ですから。あと僕は東さんと一緒だったら出ませんからね。え、なんでよ、なんでよ。結構ね、パック多いの。そう、うん、じゃあいいじゃん、もうコミュニケーションのね、うん、だから、いやだからなおさらだってクリームシチューの番組に来て、うん、なおさらだって新鮮味もなく、うん、もう一人ゲストが東さんでしょ、うん、全然ねえ、楽屋だよこれ。芸人の楽屋だよ。だからもうボケアブラの時もそうだし、まあ、まあね。あ、というわけでね、まあそのね、土田と東にねまた出てほしいなんていうね、いろんなお便りなんか、まあ、送っといてほしいと思うし、はい、あとねハガキもね、まあ、いろいろと募集してるんでね、まあ来週は通常通りね、例えばみんな大好きサンキューですとか、うん、まあ、ガゼッタデロもそうだし、うん、なんだあれ対決は何募集してたんだっけ今。沖縄対北海道。沖縄対北海道だな。うん、例えツッコミの子はね、例えがてがっては上田が北海道、そして有田チームが沖縄、これでね送っといてちょうだい。郵便番号100-8439、日本送クリームシチューのオールナイト日本それぞれの係までと、うん、いうことで、じゃあこれ最後に、東京都の野口さん、有田さんの言ってたライブチャットに関してですが、俺の友達がバイトで女の子の代わりにメールの返事をする仕事をやっていたので、ある意味男の人同士で会話してる感じです。いや、お前は男に、まあまあ、あの感じていたと。写真のやつもありますから、写真が動いてるやつ。何そこは何としてでも肯定しようとしてる。この子の悪気言ってほしくない。ということでね、今夜のゲスト土田照之さんでした。ありがとうございました。この後は斉藤安子さんのオールナイト日本エバーグリーンです。ということで、クリームシチュー上田晋也と有田でした。ありがとうございました。はい。オールナイトニッポン。